なるほどな。15年ぐらいね。じゃあそういうところで婦人服の縫製の女子奉公だったんだ。それで裁断っていうのを覚えて、うん、覚えたんで、結婚した時に何かしなくちゃなんないなと思って独立して、その裁断だけやるっていう仕事があったんだよね、うん、でちょうど結婚して小岩に古い家だったけど買ったんですよ。へえ、うん、いくつの時に結婚したら。30でも買っちゃったんだ。そう、古いね、うん、ね、その当時だと結構高かったんでしょ。それでも120〜130万かな。うん、それで今北篠崎の2丁目っていうとこなんだけど、うん、そこでこの祭壇やるのに場所狭いんですよ、うん、古い、うん、それでいい建て売りがあった。6畳2間投資で、投資の設計のうちがあったんです、うんうん、でそこを売って下取りして、それでそこを買って、へえ、でも20年間ぐらい払ったかな。家賃がせっせせっせとね。東海銀行だったけど今もうないもんね、あの駅のほら四角の脇入ったとこだけどさ、うん、仙台から奉公に来てさ、うん、それで東京で一生懸命仕事してさ、うん、家買ったんだもんね昔ね。そうですね。それでまたそこから仕事してんだもんね。そう、それでこういう、まあ、買えたからね。ああ、うん、今じゃ1億ですってよ、マンションが。本当だよね。買えないよ。本当だね、うん、いやだからいい時代はいい時代だったんだね。そう、それでバブリンがあったから、ね、うん、10年間あれで助かりましたね、うん、でやっぱり人生で一番楽しかったことは何ですか。あ、やっぱり結婚したことでしょうね、うん、じゃあ奥さんに恵まれたんだ。そうあの見合いなんだけどね、うん、いや宝くじ大当たりしてこんなこと女房の前じゃ言えないけどね。いやだけど感謝だね。感謝だね。じゃあもうその結婚した時の年齢が30、うん、じゃあそれまで一生懸命働いて、そう、それで今度は結婚してから、うん、その奥さんと2人で働いたんだ。そう、いや女房はほらあのうちの子と子供3人儲けたが男の子ね、うん、だから子育て専門で、あ、それで旦那さんが一生懸命仕事して。そうじゃあいい子に育ったわけだ。まあでしょうね。ただ男3人だけどさ、うん、あの20歳になったらうち出なさいってほら自分がそういう経験して世の中に出た方がいいよって言うけど、うん、まあ長男坊がいまだにいるんですよ。50近くになって、うん、結婚もしないで、まあ、次男坊もあの外に出てるけどお嫁さんはいない。だけど無事にこうやって元気にこうやって育っててさ、やっぱり旦那さんの後ろ姿見てるからさ、うん、変な風には育ってないからいいよね。ああまあ後ろ姿は分かんないけど、まあ普通にね、新聞沙汰にならないような生活じゃない、普通の生活を未だにしてるから親はそれでいいやと思って、うん、ありがたいですね。やっぱり元気な秘訣っていうのはさっき言ったようにさ、うん、食べるものはさ、そうやって気をつけて食べてて、そうそうそう、歯を大事にして、うん、それでお尻も大事にして、お尻も大事にして規則正しく生きる、生きること、ね、まあ若い頃はね、むちゃくちゃなことしてて、うん、やっぱり書体持ってるとね、責任があるからね、うん、やっぱりだけど小岩に住んでてそういうふうにさ、うん、50年も住んでてさ、やっぱりこう庶民的でよかったなっていうのはいいことだよね。いいことですね。ね、うん、そんなにあの危ないとか変な町じゃないよね。そうそう、だから子育てにはいいところだと思いますよ、小岩って、うん、ね、だって50年住んでるから言ってんだ、間違いないよね。そうそう、うん、これからまた小岩の町がどんどん良くなっていくかさ、悪くなっていくかってあるけどさ、うん、やっぱり良くなってもらいたいよね。良くなってもらいたいね。ね、今度区長さんもほら引き継いでるからね、うん、前の区長さんの方針をね、うん、ただ篠崎公園いじったでしょ今、うん、はい、そうそうそう、何やってんだ全然わかんない、あれはね、ね、大規模なあれでね。そうそう、だとあれはもう小岩のものとか江戸川区のものという東京都のものと感じたよね。東京都のものだからね。そうだね、うん、だから土手を高くして洪水を防ぐっていう趣旨もあるらしいけどね、うんうん、土手をいじるんじゃなくて公園をいじってんだからね。そうだね、うん、でもあの近くの人が浅間幼稚園じゃなくて、うん、あそこの辺が全部あと8年で浅間幼稚園がなくなっちゃって、うん、あの子でもなくなっちゃって、そう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 、お墓がなんかあるあそこに、あるあるある、あそこもうちのお客さんあそこにいるけど、うん、その時に神社、うんうん、結局娘が2人いるから、うん、ね、
千葉に行ってる人は千葉でもう旗買っちゃったから、うん、そのもう一人の人が継いでくれるか、うん、お嫁にやっちゃったんだけど、じゃなかったら、そう見て、で、墓じまいしとかもしてもらって、そこがあと8年間、お墓あるやん。ねえ、もうじゃあこれから、今生きていくさ、うん、若者がこれから大きくなっていくじゃない、はい、そういう人たちに何かメッセージ入れてください、一言。一言、うん、まあ日本の国を良くしてください、政治にもっと参加してくださいね、文句ばっかし言ったって政治に参加しないとね良くならない、良くならない、若い人だから積極的にね投票に行ってくださいよ、あんなもくだらない第二次ばっかしいっぱいゴロゴロね当選して、それにあの二代目三代目が多すぎますね、うん、議員さんね、やっぱり旦那さんみたく若くて出てきて一生懸命叩き上げてきたね、そういう精神が欲しいよね、そうそうそう、日本人ってみんな昔からそういう精神だもんね、そう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 、だから学校っていうか文部省が精神的な教育をやめちゃったでしょ、うん、戦後ね、戦争前はほらそういう軍国主義みたいな学校で教育して、まあ反省があるからでしょうけどね、だけど、まあ、そういうの今教えなくちゃね、帰り見ると昔の教育は悪くなかったよね、あそうですよね、うん、お父さんとかお母さんから何か教わったことで一番思い出に残ってるのはあります、いやーやっぱし嘘つくなっていうことでしょうね、ああそれお父さんもお母さんも言ってたんだ、うん、そうですよね、うん、ね、世の中迷惑かけないようにお互いに頑張りましょう、頑張りましょう、いや、えらいこと言っちゃったないや、どうもありがとうございました、いやいやいや、ありがとうございました、はい、長生きしてください、何年生まれですか、15年です、昭和15年生まれ、うん、はい、どうもありがとうございました、はい、失礼いたします、はい、社長は何年、私は25年、ああ、僕違うんだ、だけど先輩の話で本当ありがたく拝聴させていただきました、いやいや、とんでもない画面です、いや、ありがとうございました奥さんに、奥さんによろしくお願いします、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、これからもよろしく失礼します、どうも失礼します、はい。